ごきげんよう。寺原清美でございます。寺原清美の日本を取り戻す。今日もまたいつものように靖国神社にほど近い九段下のスタジオから番組をお届けを申し上げます。前半15分、こちらは YouTube でどなた様もご覧になれることができます。そして後半15分部分に関しましては、ぜひともメンバーシップ登録を行っていただいた上で、最後までのご視聴をどうぞよろしくお願いいたします。さて、後半に移ってまいります。今日こちら収録を行っておりますのが、今日はこれ10月の13日の金曜日でございます。そしてそうですね、実は昨日私は非常に悲しい席に行っておりまして、都議会の自民党の東京都連幹事長でいらした高島直樹都議会議員、この方が73歳という今のこの平均寿命からすると若いですよね。このお年で肺がんのために、闘病の末旅立たれた。このお通夜に昨日は出かけてきたわけです。もう本当に心から悲しむ人がこれだけ集まるすごいスケールの葬儀ってそうそうあるもんじゃないなと。で、細かいことはお家のことですからですけれども、そのお焼香の順番から並ぶ順番全てとって、これこそが後人の葬儀だと。高島さんのような方を世の中で後人と呼ぶんだと。で、最後の最後まで本当に9月入ってもなおまだね、会議とかね、業界団体との予算の折衝とか、そういうところに顔を出して大きな声でやり取りをしてらしたと。そういう方で本当にもう命削って最後まで東京都のために尽くされた高島さんの魂安らかにと私も心から願っております。そして高島さんの素晴らしさ、これはですね、とってもこわもてに見えるんですけれども、私の考える政治家の中で高島さんと、そして国会議員でいうと、杉田水脈さん、この2人というのが実はね、トップクラスに聞く耳を持った方、どんな違った意見であっても最後まできちんと話を聞く、耳を傾ける、その姿勢を持った方という印象があるんです。そこにおいて私は高島都議との非常に尊敬を申し上げておりました。で、そういう方がいなくなっていたいのは、やはり前回申し上げたようなその虐待防止条例もそうですけれども、どん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 ね、これが保守なんだよって思い込みのもとに偏った方向にどん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 進んでしまう。で、私思うんですけれども、この命の大切さとか、あったかい家庭で子どもを幸せに成長させ育んでいく、ここに関して本来ね、右も左もへったくれもあっていう話じゃないんですよ。そういう話じゃないでしょうと。というところをね、ぜひともまず皆さんと今日は最初に共有をしておきたいと思っております。私ね、ちょうど息子が小学校入ったとしたからも25、6年前ですかに、教育新聞っていう新聞社が今でもあるんですね。ここでね、連載を持っていたことがあるんですね。そのタイトルが子どもの喧嘩に親は出ろなんです。どういうことかというと、子どもの喧嘩に親が出るな、これは昔から言われています。ただやはり時代の変遷によって、いろんなもん、いじめっ子の手法であったり、あるいは悪いことするやつの立ちの悪さ、このレベルが昔とは桁が違ってる、これも現実でございます。そして昔では考えられないこともたくさん起きています。なので親が出ない、ちょっとこういう例えをしてしまうと、一定より若い方は分かんないかな、これご覧になっている皆様、巨人の星ってご存知でしょうか。巨人の星で主人公が星飛雄馬って言うんですね。で、星飛雄馬がダーリングボール妖精ギプスとかつけてさせられて、星ってお父さんにガン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 こう特訓を受けますよね。で、それを星明子っていうね、お姉ちゃんがこの物陰から、ヒューマ頑張るのよってね、見守るわけですよ。
で、この口は出せないんだけど、しっかりとこう見守るというね、この姿勢が、なんか当時の日本女性の美しさじゃないんだけど、そういうものも投影されて、非常にね、評判になった、こんな昔のアニメがあります。で、はっきり申し上げて、今、あれは通りません。私の息子を育ててきた時代においても、親は口を出すな、まあ、これは結構ありました。今でもあります。でもね、そういうのがある、まあ、承知の上で前提で申し上げますけど、いろんな指導者は親に見せられないような指導をしてはいけません。これはもうはっきりとご認識をいただきたい。今日ここに私がつけているこのマークは、私の母校立教大学のマークでございます。私は立教は本館のツタの絡まる風景、そしてクリスマスキャロル、好きなのがあとは校歌、応援歌、そしてこのマークなんですね。これ非常に好きなんですよ。だからこそ今本当に心を痛めてます。週刊新潮がもう3週間にわたって立教をずっと特集をしてます。前回こちらオンエアをしていただいた、あの中では立教の野球部の問題を私は取り上げました。あれが1週目です。あの翌週もう1回野球部の問題がありました。そして今発売中の「週刊新潮」、これでは陸上競技部です。陸上競技部の上野監督が陸上競技部の女子部員と不適切な関係にあったことがはっきりと分かったというところで、これが「週刊新潮」にデカデカと掲載をされたわけです。そして「週刊新潮」に出たのが、まあ、この木曜日ですね。ですから昨日発売です。そしてその前の日の前の日か、その前の夕方あたりに新潮に出るぞということがこの表に出たわけですよ。その段階で上野監督は立教大学に辞任を申し入れて、そしてそれがまあ認められて受理をされて、実はこの収録を行っております13日の翌14日というのは、箱根駅伝予選会がありまして、立教大学も出るんですけれども、監督は不在なんです。これが岸と出るか京都出るか知りませんよ。ただ思うに、その女子部員と不適切な関係にあって、女子部員がご寵愛を受けていたというのが、結構他の部員から見ても公然の事実なんですって。で、部員同士の恋愛禁止とかやってましたからね、なんだこういう人みんな思ってたでしょうね。で、それがパサッとこのね、断罪をされたことでもって、あらっとね、こうすっきりした人もいるんじゃないかと。ということは、それによって意外と立教はすっきりと予選から突破するかな、してほしいな、と。あんなくだらねえやつらに負けるんじゃないと、私は本当に応援をしております。なんですけれども、ここでやはりね、考えなきゃいけないのは、なぜ野球部はこんなに何週間もぐうたらぐうたらぐうたら調査調査やったのに、この監督の問題スパッと切り捨てることができたか。もちろんね、このいじめはね、まず犯人探しからしなきゃならないとかね、いろんなことがありますけれども、犯罪の度合いで言ったら、実は向こうのが大きいんですよ。傷害とかね、あとは転売とか窃盗も入りますよね、これね。いろいろ考えると、犯罪の度合いとしては絶対野球部の方がでかいです。にもかかわらず陸上競技部はスパッといった。なぜか、まあいろいろあるでしょうけれども、上野監督という方がそもそも立教大学の OB ではなかった。私これも一つあるんじゃないかなと密かに思っております。あの方中央大学ですよね。だから外様だからできたかなと。で、野球部は立教の学生なんですよ。そこもあっていろいろと面倒くさくなってるのかなという気もするわけです。ただね、ここで今一生懸命その、まあ、今 X っていうのがツイッター、あれで「立教は許せない6年から出ていけ」とかね、やってるのがいるわけですよ。で、野球を愛すればこそね、腹が立つ気持ちは一定理解しますよ。ただ申し上げたいのは、もう立教の学生数2万人超えてるってご存知ですか？2023年データで2万人超えて、2万1000ちょっと割るくらいです。で、それに教職員を足したらどうなりますか？先生だけじゃないですよ、職員も全部足したらどうなりますか？
ていう話ですね。そこの陸上競技部で言えば2人です。当事者は2人。野球部で言ってもおそらくこれ30人はいませんよ。10人ぐらいかもしれない。これを見るとね、思い出す標語がありましてね、私1992年の秋に府内総研に入ったんですね。で当時の府内総研って芝公園の近くに芝シティビルってあって、そこの6階にオフィスがあったんです。でここに入るとすぐに貼ってあるポスターがあって、そこに書いてあった言葉がね、一人でも悪けりゃ言われるあの会社、一人でも悪けりゃ言われるあの会社、この言葉があったのをここで思い出したわけです。つまり立教の学生だけでも今2万1000ちょっと割るくらいなんですよ。そこの 1% いますか。これいないでしょ。それでも今立教は立教はってやられてるわけですよ。でさらに困っちゃうのはこの法人としての性格ね。例えば同じ一貫教育であっても、学習院なんかもうちょっとね、この幼稚園初等科男子部女子部中等科高等科で、まあ、大学大学院、これ全部結構独立をしてます。だから同じ校舎にある中等科高等科でさえも先生方はあちらの学校はって言っちゃうくらい、お隣さんはとかね、そのぐらいみんなね結構ね独立をしたクールな関係だったりするわけですよ。ところがまあ慶応なんかも慶応って方もでしょ。だそこは、まあ、幼稚舎と大学がポンポントントン、ここが強いと言われてます。そして武蔵野に吉祥寺に成蹊ってありますよね、安倍さんの母校。この成蹊学園というのは小学校の力が圧倒的に強いと言われてるんです。まず小学校ありきでこの子たちを吸収するために中高大と作っていったというのが成り立ちであると。で青山学院も似たところがありますよね。まず下から上がっていく、政治を持つそう。でそれに対して立教というのは比較的ね大学の力が強いんですよ。まず大学ありきで、特にこの今付属の中高はありますけれども、まあ、立教女学院は厳密にはこれ別法人なんですけれども、立教池袋立教新座ここに関しては特に立教池袋はもう立教大学に進学するための学校の考えで差し替えないです。立教新座に関してはそれでもまあ立教大学行く人多いんですけれども、違う学校に行こうと思えば行けるよくらいの空気がまだ残ってるらしいです。だけど立教池袋はもう本当にもう一貫ですよ。でそういう中で何が申し訳ないかというと、大学でこう次々ってねバカなことやられると、これは大学全体の評価だけじゃなくって、もう付属にまで全部かかってくるわけですよ。で立教池袋の評価失墜ってことは立教小学校にかかってきますからね。そういうことまで考えて大学はぜひともね、これはもうねかわいそうじゃなくて全体を考えた上での思い切ったなったを入れていただきたいなと、振るっていただきたいなと、そんなふうに私は思っております。今日現在立教の今の総長が西原総長なんですね。年一緒なんですけれども、あの方がおそらくですね、Facebook のアカウントを閉鎖してますね。見られなくなったから、私どうしたんだろう、私ブロックされたって一瞬思って、ちょっと何人かに聞いて調べたら、彼のアカウント今存在してない、見られないって言うんですよ。だからおそらく今回のことでもって気になさって、Facebook のアカウントは停止をされたんだと思うんですよ。でもね、そういうことじゃないんですよね。そこじゃないんですよ。むしろやるべきことは、まずは野球部の問題、とっとと問題のある学生をきちんとあぶり出して、それはその子たちは悪いんだから、むしろもう火の粉をかぶってとばっちりを受けている他の学生を守るという意味において、早くこれは問題児をあぶり出して退部退学という処分にしていただきたいと。最低退部ですよね。これを強くお願いをしたい。そしてもう一つは、まあ、今後も考えた時にこれ一時ね、立教はスポーツ推薦をやめてはどうでしょうか。スポーツ推薦ってその前にも申し上げたように学校経営上ね、広告塔という問題もあって、これはうまみがお互いないわけじゃないんですよ。
ないわけじゃないんだけれども、やはりね、スポーツ推薦の学生を取って健全に育成をしていくというノウハウも立教には不足をしていたと私は考えざるを得ない。これが一つの提言でございます。ちょうど今15分を経過いたしました。残りはこの後半部分でお話を続けてまいりたいと思いますので、ぜひ皆様メンバーシップ登録の上、引き続きのご視聴をよろしくお願いいたします。